皆さんこんばんは,んばんは今日は石がありそして脳がある日なんですねあの僕はダンシング・アインシュタインという会社の代表をやっているアオトというものですで今日皆さんにですね一つだけ覚えて帰ってほしいことがあるんですあそこに脳が写ってるんですがダンシング・アインシュタインの「DA」これ大文字になっています 脳と DA といえばこれだって分かっちゃうマニアックな人っていらっしゃいますかねなかなかいないですよね脳と DA といえばドーパミンっていう脳内の化学物質を実は表していてでこのドーパミンは人々のワクワクしているような時に出るような伝達物質なんですで僕はですねこのドーパミンが大好きで,でこのドーパミンが出るような 教育っっててできなないいのかなっていうことをです、ね、脳神経科学っていう分野から考えている、まあ、脳好きなんですがとりあえず僕やっぱ教育関係なので皆さんにいきなりテストしたいなというふうに思ってますちょっと画面に注目してください分かった人いらっしゃいますかおっお願いしますあ三浦和義 わかりましたね他わかる人いらっしゃいますえ逆さちは禁止ですじゃあ答えを見ていきますとりあえず皆さん左上はここにいる僕なのでとりあえず気づいて欲しかったですっていうのが一つはい。あと渡辺直美さんそしてサッシーいらっしゃいますねさて皆さん不思議に思ってくださいこの問いを僕が皆さんに投げかけた時。 知っている人いますか?」って文字を皆さん簡単に読めましたよね。文字が逆さになっているのは簡単に把握できるのに知っている顔が把握できないこれなんでよって僕はですね不思議で不思議でしょうがなくてこんなのの答えをくれるのが脳神経科学っていう人間の脳を細胞あるいは分子レベルでその機構を謎解いてくれるそんな学術があるんですね。で僕は まあ、その答えはですね、あと、気になる人は聞いてください。まあ、そういうのがあります。で、今、僕がやっていることは。人間の脳にはですね、一千数百億個っていう神経細胞が、皆さんの中に、つま、詰まっているんです。この中に、シナプスっていうのがあるんですが。要するに、その細胞のつなぎ目です。何を繋いでるかっていうと。脳神経科学と人工知能と。そして、まあ、教育の実際のリアルの現場を知らない限り、やっぱり人の成長には。 携われないということでこの3つをつなげていくっていうことをミッションにですねまあ会社をやっているわけですでニューロエドテックあるいはニューロ HR テックっていう新しい分野の開拓っていうことを日本あるいはアメリカでやっています皆さん画面に注目してください画面に黒い点がありますそこをじーっと見つめてください 僕が今画面を切り替えたときになんか気づいちゃった人います、はい、はい教えてください普通に白黒じゃなかったですあ、素晴らしいですねすごく敏感な方です今実はですねいきなりイケメンが現れたとかそういうわけではなくてそういうわけではなくて皆さんが今見ている画像は白黒なんですが僕は画面を切り替えた瞬間一瞬カラーに見えるんです もう一回注目してみてみください切り替わった瞬間に着目してくださいおー不思議ですね皆さんは実際見てるものは白黒なのに脳は一瞬カラーとして認識したんです、まあ、これ不思議じゃないですかこれを僕は知りたくてですねそれを細胞あるいは分子レベルで読み解いてくれるのが 神経科学学いう面白い学問なんです、まあ、そんな僕は大好きな学問にはまりにはまってこれどうやった人の成長に使えるんだろうかと考えてたらですね僕はいくつものなんか発明を生み出したみたいでですね世の中ではそれは特許というものの形でですね表彰してくれるというこまあこんな僕なんですが今日皆さんと一緒にちょっと考えたい数字っていうのがあります。 零点。零零二。この数字。この数字を見ると、皆さん。もうトリックとかないですよ。どう感じられますか。この数字。まあ、ちっちゃい数だなと思う人が。多くいると思います。まあ、けど、中にもまあ、まあ、まあ、大きい数じゃないで、ちょびっといるかもしれません。この数はですね。アメリカ人が。 宇宙人に誘拐された経験があるって答える確率です。いやこれ多くないと思わないですか？いや0.00に一気に大きく感じましたよね。いや僕もびっくりしました。こんなにいるんだアメリカ人。僕アメリカ住んでたんでちょっと納得感もあるんですけど。いやただですよ皆さん。例えばあの0.00にな病の治る確率が0.00にって言われたらどう感じますかね。少なく感じませんかね。もっと言います。一日中 トラックに踏みつけられるような痛みが走る、そんな病が治る確率、0.002って言われたらどう感じますかね。もっと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 その0.002がちっちゃく感じませんかね。たかが0.002って数字ですが、人それぞれきっと感じ方は違いますし、同じ人であってもそのコンテクストによって感じ方変わりますよね。 ここに映っているおじさまもう亡くなっちゃってるんですがノーマン・カズンズっていうおじさんです彼はもともとアメリカで有名な編集長でしたまあ普通にキャリアを積み重ね順調に来てたんですが40歳の時に抗原病っていう病に倒れるんですその抗原病っていうのは不治の病でまさに先ほど書いてあったようなトラックで引かれてるような痛みが常に走ってしまう で彼は専門医に尋ねたんですこの自分の体が感知する確率はどんぐらいなんだその時に言われた言葉500人に1人500人に1人すなわち0.002の確率で治るって言われた500人に1人と聞いたらきっと絶望する人も多いでしょうそそして言ったドクターもおそらく ほとんど治らないよってことを告げるために言ったんだと思いますしかしこのノーマン・カズンズは違ったんですおお、一があるのかとこの一の可能性があるのかと彼は医学者ではなかったんですが自分でいろいろ調べ二つの実践をします一つはビタミンですビタミンが免疫にいいということでもう大量のビタミンを医者からはそんなことやってもっていう声もあったんですがビタミンを大量摂取 そしてもう一つこれが彼のユニークさなんですがお笑いのビデオをですね毎日毎日入院室に持ってって見続けるってことをやるんですなんでか彼は勉強してたんです病気にかかって自分がネガティブに何か物事を考えてしまうとそれがますます自分の免疫を悪化させるってことを知っていたんですだからもっとポジティブになろうもっとポジティブになろうって すするたためにお笑いを毎日見たんですそして彼はですね何ヶ月もその試みを試していくと気づくんですあることに心の底から笑った後は2時間くらい痛みが緩和するって自分を被験者として実験を続けてそんな感覚を覚えていくんです今は実は実医学的に解明されてるんです笑うとですね脳内でベータエンドルフィンという脳内アヘンが作られるんです これれは痛みを緩和させてくるるようななそんん効果があるんです、まあ、彼はそれを自分が実験となりながらそれを発見していくで僕はですねまあ彼の本20歳の時に出会ってるんですがかなり影響を受けましたそしてもう一個皆さんにテストをしたいと思いますこの黄色の人誰でしょう あ僕です僕は小中高と野球少年ですねもう野球一筋で、まあ、生きてきました、まあ、野球一筋で生きてきたんですが野球がまあ小中と主張をやって順調にいきましたで高校になってもエースになりましたただ2年生のある時からですねうまくピッチングがいかなくなっちゃうんですねそうすると野球がやりたくなくなっちゃうんですね 自分のポジションが奪われるのがすごい怖くなるんですねで自分のポジションを問われるなんてそんな格好悪いことを体験したくない僕は10年以上続けてた野球をですね、あっさりやめてしまうんですで、やめちゃった僕はですねさらに悪いことにその高校通うじゃないですか行くんですが仲間の野球部員から陰でなんかあいつは裏切り者だって言われてるような感覚をですね 言ってるかどうかは本当は分からないのに頭の中で勝手にそんな世界を作り出してはストレスをためそして最終的には高校を中退しちゃいますなんで学校に行くんだろう行ったってみんなに何か嫌なこと言われたっけ行く必要がないやめるこんな僕はですねその後結構ブラックな生活に入っていくんです。一番びっくりしたのはですね コンビニの面接に行ったときにです、ね、まさかのコンビニの面接を落とされるというですね経験をしですねこれは誰にも言えなかったんですが今日言っちゃったんですが親にも内緒で受けたやつがまさかの落ちるとそんな経験をしどうしようかなって思ってただ、ですね、まあ、この先ほどのノーマン・カズンズ氏そしてその数年後にですねある衝動が走るんです。 その衝動にはいろんなヒストリーがあるんですが UCLA っていう世界でも有名なまあかなり名門の学校で脳を学びたいなって実は先ほどのノーマン・カズンズっていう人も UCLA で教鞭をとってたっていうのは一つ入ってるんですが UCLA でで脳を学びたたいいって言い始めたんですそうするとですね周りの人はですねまあ当然優しさからです。 考えてみなさいとあなたは高校も出ていないんですよ勉強してましたか無理ですとでそうすると500分の1ぐらいだったのが600分の1ぐらいに僕も感じるようになるんですあなた英語喋れますか UCLA ってアメリカの大学ですよ知ってますか絶対無理でしょ君は英語なんて なんで日本人が勉強しなきゃいけないのって言ってましたよねその通りでしたとそんな学生だったので無理だとどん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 周りの言葉によって「無理無理無理」無理って言われてで最終的には自分の中でもその無理なんじゃないかっていうことがやっぱり迫ってくるでそうするとさっき500分の1ノーマン・カズンの確率がありましたが 僕の中ではもうほぼゼロに近いような確率になってしまいました。しかしです。まあ今日ここに立っている僕もなんか緊張質も結構楽しんでるんですが、唯一の強みがあるんです。その唯一の強みって自分で認識していることは、不確かな未来に対してワクワク、勝手にワクワクしちゃうっていう特技が自分にはあるなと思う。 UCLA 団って世界の名門にお前が入れるわけないいや普通に考えた分500分の1どころじゃない確率だと思いますけどですね UCLA 団に帰れたらなんかかっこよさそうじゃんって思うんですなんかそこ行ったらですねもっともっと自分が新たな世界に踏み入れられるんじゃないか500分の1の1がですね輝いて大きく見えてくるんです頭の勝手な妄想ですけど勝手な妄想は 皆さん一人一人できますでこの妄想が膨らんでくると僕の行動に影響を与えるんですもっと UCLA 知りたいなもっと脳、NO、のこと知りたいな初めて本を買ったり本を読んだりもっと進むと実際に UCLA って言ってるだけだけど見てみたいなとそこで小学校からのたまたま友人がロサンゼルスに住んでる ロサンゼルスにある大学が UCLA だったので LA にちょっと見ていきたいな実際に足を運ぶんですで UCLA 大学に踏み入れると広大なキャンパス美しいキャンパスもう常に快晴そして脳神経のビルディングだけで45本立ってるこんなの日本だとなかなか見られないわこんなところで勉強したいなって心の底から思うんですしかし愕然とする出来事があったんです UCLA っていうアメリカの大学に行くためには高校の成績が必要なんです4.0が GPA 成績マックスなんですが UCLA に入るためにはなんと4.3が必要なんですも,もはやマックスを超えてて何が何だか分かんないんです理解できないですただ僕はもう童話がいたって成績2点台ですまあそもそも無理だ一瞬諦めかけるんですしかし 調べるとですね道があるんです。アメリカにはコミュニティカレッジっていう仕組みがあって、そのコミュニティカレッジってところを経るとですね、実は年に数人その UCLA の神経科学の学部に編入できるっていう仕組みがあったんです。それはラッキーなことに高校以前の成績全く見ないんです。自分の今までの履歴はリセット。僕のコンビニを落としたとかそういう履歴もリセットされるわけですね。 ここからは希望の連続ですあとは自分がやるかやれないかコミュニティカレッジはドフルだけで入ります入りまますしたそしてあとはそのコミュニティカレッジで多くのライバルの中から一番になることだけを目指して頑張って勉強するかつ医学系だったのでボランティアを何百時間とうそういうことをやるとですねその実力が最終的には評価されバイト落ちた僕がですね UCLAUC バークレーも世界トップ10には絶対入っているような大学に全て受かるという奇跡が最終的には起こるそしてこの UCLA ってところを最終的にはですねこれはですね人へに脳的に言うとですねあることが言えるんです。脳内には実は実 RLPFC って皆さんの,このおでこのちょっと裏側にある脳部位が不確かな世界不確かな世界に対して何か解の情報何か自分にいいんじゃないかっていう情報を探ってる部分があるってことが発見されたんですけどこれがないとですね確かに振り返ってみると人間の脳って嫌なことがあったら避けたいってものは当然なんです。知ららないここととがあっったらそこに行ってしまうと リスクだらけですから回避するのが当然の反応性なんですただそれだけでは人類ここまで発展できてないんですなぜかそれは人々がその未知な世界わからない世界に踏み出す部分の脳部位を持っているからなんですそして脳神経科学には一つ重要な原則があります Use it or lose it といいます使われればその神経細胞は育まれるが 使わないと lose it 失うよっていう原則です筋肉に似ています全く同じような状態ですしかし筋肉は鍛えたら彼のように太くなりますが神経細胞は脳の中ですから見えませんよねこれは自分を信じて続けるしかないんですただ変化をするよってことは分かってきている RLPFC が不確かな世界に対してワクワクを誘導してくれるようなそんな脳部位です 僕からのメッセージはファイン楽しさイン不確かさ不確かさの中にはリスクだらけですけどその中にあえて楽しい要素だったりだとかワクワクさせる要素を自分から探ってみてくださいっていうことです。に見方を変えると500分の1って見えます。脳は基本的には物事をネガティブに捉えやすいです。なぜか そのの方が生生命を生きわからせただ最近の発見では脳にはその不確かなところにはポテンシャルを可能性を見出してくれるっていうそんな機能がありますよってお話です。なので皆さんに伝えたいメッセージとしては「この不確かな未来にワクワクだ!」って書いてある ーはなんだかか覚えてまますすすパミンですありがとうございます以上 <laughs> 脳を中心としてあの僕の大好きな脳をいっぱい話をさせていただいて <laughs> い時間もオーバーしてしまって僕はとってもあれなんですが逆さまの僕でもあちっちゃいラテンでも大きく見えるぐらい皆さんがこれからのフューチャーに対して未来に対してますます素敵な人生を歩まれることを 記念いたします今日はご清聴ありがとうございました。